こんにちは、アミガワチャンネルのアミです。今回は桜川市にやってきました。ここは天引観音です。以前もここに来たんですけど、今回はアジサイ祭りというのが開催されているので、それを見に来ました。中に池があって、そこの上にアジサイとかが装飾されてるみたいなので、それを楽しみにしています。それでは早速見てきます。この中に入れるみたいので行ってみたいと思います。よいしょ。はい、アヒルさんがたくさんいます。べちゃべちゃした、うっ、うにょうにょしてる。はい、はい、見てください、かわいいです。アヒルさんがたくさんいます。前回来た時はここ気づかなかったんですよね。あ、ホソホソしてる、かわいい。で、前回来た時の動画は別動画に上がっているので、ここの境内の中とかのちょっと全体像とかを動画に収めているので、そっちを見てくださいね。今回は前回来れなかった場所とか、あとアジサイを中心に見ていきたいと思います。はい、アジサイとアヒルさんでした。今はちょっと後ろに人はいないんですけど、結構人がいますね。で、さっき駐車場も車がいっぱいだったので、土日に来たらちょっと混雑してるかもしれない、渋滞してるかもしれないですね。すごい人気なんですね、ここ。あ、すごい、かわいい、アジサイがいっぱいあります。両脇に、あ、みんな写真撮ってる。綺麗だから撮りますよね。こちらが仁王門です。の間を通ってきます。あ、あそこもやってるんじゃない、きっと。あ、すごい、みんなめっちゃ撮ってる。あ、すごい、綺麗、かわいい、すごい、ちゃっかりバラもいる。かわいいですね、ここも装飾されてて、みんな写真撮ってます。すごいな、人気だな。はい、じゃあこれから本堂の方に行って、今日のメインの池に浮かぶアジサイを見ていきたいと思います。行ってきます。はい、境内の中に入ってきました。結構人がいますね、中は。あ、ここだ、すごい。ここにはペット映えするスポットもあるみたいですね。見てください、すごくないですか、これ。あそこがすごい綺麗、鯉さんもいた。あそこだけ丸いやつなのかな。そこにはピンク色のアジサイがいますね、すごい。結構人がいて、みんな写真を撮って映えを狙っています。これは撮りたくなりますよね、めっちゃ綺麗。下に多分なんかくっついてる感じなんですかね、下に。あ、鯉さんいた。はい、こちらはこんな感じになっています。はい、こっち側にはアヒルさんがいます。で、ここ見てください、なんか回るようになってるんです。水の力なんですかね、花びらがくるくるって回ってて可愛いです。向こうにはきっとあれハートになってるのかなって思います。ここではアヒルちゃんと一緒に写真撮れます。はい、駐車場から少し降りてきたところにやってきました。見てください、ここ綺麗じゃないですか。石の階段になってて、両脇にアジサイがあるんですけど、ここすごく映えスポットじゃないかなと思って来てみました。で、さっき本堂とかで池の浮かんでいるアジサイを見て、で、その後駐車場に戻って、そこでミカサという中華料理屋さんがあるんですけど、駐車場に、そこでご飯を食べました。ちょっと動画は撮らなかったので、あの写真でお届けしますね。私はエビチリのランチを食べたんですけど、とっても美味しかったです。で、そこになんか薬膳スープっていうのがついてて、すごく健康的な
スープでした。美味しかったです。なんか有名な料理人さんでしたっけかな、作ってるみたいなんですけど、楽しみにしてて前回食べれなかったので今回はリベンジということで食べてきました。美味しかったです。皆さんも来た際にはちょっと食べに行ってみてくださいね。はい、こんな感じで両脇にアジサイが咲いています。多分私が最初行ったところからちょっと引きの感じで撮ったらいい感じに撮れるんじゃないかなって思います。はい、こんな感じです。はい、ということで今回は桜川市にある天引観音のアジサイ祭りを見に来ました。毎年これは行われてるみたいなのでぜひ皆さん来てくださいね。その際にもホームページを見てちょっと時期とかをチェックしてみてください。ありがとうございます。アミロラチャンネルのアミでした。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。